今三塁ベースコーチの鈴木康友コーチから、まあ、指示が送られてますけれども、まあ、ライナーだったのでタッチアップの体勢は取りませんでした西田。ワンアウトランナー三塁でラストバッターの肘澤です。依然としてドラゴンズの内野陣はバックホーム体制、前進守備を取っています。初球打ちはこれもセンター。さあ今度は西田はタッチアップの構え、センター取って三塁ランナー西田がホームへ帰ってきます。先制はイーグルス。5回の裏、今度はこの西田がセンターへの当たり、ホームへ帰ってきました。松井稼頭央のスリーベース、代走に出た西田、その西田を返したのはこの肘澤のバット、センターへの犠牲フライ。